ナウイルスの感染拡大を受け、本日の卒業式、保護者の方々をはじめ、関係各位の皆様のご出席をご遠慮いただき、簡略化して実施しています。卒業生代表、専門学校アガブパティシエ福祉カレッジ、子ども保育学科、天森優馬。はい、専門学校穴吹動物看護カレッジ、動物看護総合学科、富家千尋。はい、専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ、介護福祉学科、 VT タンタオ。校長賞、専門学校穴吹動物看護カレッジ、動物健康管理学科、馬場園春奈。専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ、保育食育学科、山田奈緒。穴吹学園同窓会日進会会長賞、専門学校穴吹動物看護カレッジ、動物看護総合学科、酒井風花。専門学校穴吹パティシエ福祉カレッジ、パティシエベーカリー学科、斉藤彩奈。以上、代表専門学校穴吹動物看護カレッジ、動物看護総合学科、富家千尋。専門学校穴吹動物看護カレッジ、富家千尋殿。
日ごとに暖かさを増してくる日、芽吹き始めた草木の様子から確かな春の訪れが感じられる早春の本日、学校法人穴吹学園高松急行の令和2年度卒業証書授与の式典を挙行予定でありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため本日卒業され、いよいよ社会人として活躍される時が来ましたことを心からお喜び申し上げます。皆さんは日々の勉学、またさまざまな学校行事に参加し、人間性の錬磨に精進されました。ある時はノーベル化学賞を受賞されて、そして見事に大輪の花を咲かせられた吉野明のメッセージの中に、確かな目標と歩まぬ努力があれば未来に可能性が生まれますと言われました。目標がなくても眼前にあることを精一杯頑張ることで目標もおのずと見えてくると思います。努力はもちろん、人生の先輩諸師から教わる姿勢をいつも崩さず、人とのつながりを大切にしてください。結びとなりますが、穴吹学園を選択された卒業生の皆さんの善と揚々たる未来に実り多かれと記念いたしまして、本日の式辞といたします。令和3年3月5日、学校法人穴吹学園専門学校穴吹パティシエフカレッジ並びに専門学校穴吹動物看護カレッジ校長市橋英二、学校法人穴吹学園卒業生ご一同様、ご卒業おめでとうございます。皆さんは入学以来から、皆さんは学校で培った技術、豊かな感性の力、人生の新たな一歩を生み出そうとしています。皆さんが今後とも健康に十分留意され、輝かしい未来を使えますことをお祈りいたします。令和3年
おめでとうございます。学びやの朝ぼらけ知恵と命が湧き出て科学が歌う永遠の夢共に共に学ぼう学び屋の朝ぼらけ若き英知が集い合い未踏の世界永遠の夢共に共に学ぼう学び屋の朝ぼらけ輝く理想人の愛我らが築く永遠の夢共に共に学ぼう学び屋の朝ぼらけ知恵と命が湧き出て科学が歌う永遠